ちなみに最近気持ちよかったことは、ラミーに耳をチュッチュされたことです。耳元でめちゃめちゃチュッチュチュッチュされて気持ちよかったです。昨日ね、なんかマリン先輩がさ、余計なこと言いよって、配信で最近なんか興奮した話みたいなことで、ラミーに耳元でチュッチュされたのが興奮して、今興奮してんのはラミーのせいだとか言ってたのよ。あれはね、じゃあみんなね、誤解しないでほしい。まあ、誤解でもないんだけど、ちょうどその時に、ノエタンとマリタンといたんよ。最近なんかね、マリタンも、めっちゃラミーが近寄ると、ラミタンかわいいな、まままままって言ってくるから、そう、ラミーも最近マリタンに、マリタンもって言ってるんだけど、その時にちょうど、そのマリタンの耳元で、別にこれは耳元でやろうと思ったわけじゃないよ。もう偶然耳元で、マリタンってやってたの。さ、なんかちょっと、なんかそういう反応されて、えっつって。そしたらなんか、マリタンがさ、なんかそれ悪くないって言い始めて。あの、ラミーね、マスクしてたね、その時に。さっきも言ったけど、加湿されるマスクをさ、ラミーは基本的にずっとつけてるから、喉のために。で、そのマスクをつけながら、あの、マリタンにさ、何回も、チュ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 ってやってたの。さあ、なんか、マリタンが、なんか耳が濡れてきたんだけどって言われて、ラミーがその、加湿マスクをしてたせいで、その、加湿されてた部分が水にずっと、こう、耳についてたらしくて、それのせいで、なんか耳が冷てんだけどって言われて。なんか、ね、マリタン見てんとね、なんかね、いじめたくなるんよな。ラミー別に S でも M でもないけど、マリタン見るとね、なんか、ちょっかい出したくなるんよな。なんかちょっかい出しても、面白反応してくれるからさ、ついつい、こう、ちょっかい出したくなってしまう。っていうのを、ノエタンの目の前でやってたの。さ、ノエタンが、何を見せられてるんだって言ってた。団長は何を見せられてるんだって言うと、なんかマリタンが、ノエタン寂しいの？もうしょうがないなって言いながら、ガバーガバーみたいな感じ。ノエタンってさ、あんまりそういうのにさ、入ってこないんだよ。まあ、遠くから見てるみたいなところあるんだけど、ノエタンもちょっと、なんだろう、甘えたいのかなと思って、この間、ノエタンもももももってやってたら、なんかね、すごい甘えてきてくれてさ、あれノエタン、甘えたいんかなって。もしかして、寂しいんかと思って。何を見せられてるんだって言いながら、いいなってきっと思ってたんよ。ノエタン、本当はね、混ざりたかったんだと思うよ。でもノエタンは、基本的にさ、全然甘えてきてくんないんだよ。もうママだからさ、もうみんなもママ、もうママって呼んでるからさ、ママママって。ママお水飲みた、ママお腹すいたって言ってるから、そういう時にね、なんかノエタンも、はい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 って言ってさ、あれこれやってくれるわけよ。でもね、きっとね、そのノエタンも、甘えたいんだなと思って。ちょっとキュンとした。